なんだこれ、なんかの撮影か。すみません、ご不便をおかけします。もう少ししたらこのショッピングセンターを貸し切って日本のバラエティ番組の撮影をするんです。日本のテレビ、随分と大掛かりなことしてんだな。ええ、予算をかけた特別番組ですからね。その名もアナコンダエスケープ。あ、アナコンダエスケープ、ご存知ないですか。毎回高視聴率を叩き出す人気番組でして、毎年1回ハワイのアナコンダショッピングセンターを貸し切って大物芸能人たちが壮大な鬼ごっこをするんです。ちょっと聞いたことなかったな。でもそんなに人気ならきっと面白いんだろうな。放送されたら見てみるぜ。ぜひ。今から撮るのは一般人枠で厳しい審査と選考会を勝ち抜いて挑戦権を得た人が挑む回でして、その人がまたすごいんですよ。ミスターアナコンダなんて呼ばれている人で、この日のために家の庭にトレーニングコースまで作っちゃうすごいストイックな方なんです。ほう、それまた随分と気合いの入った。え、ちょっと嘘でしょ。河本さん出られないの。もう少ししたら一般人枠の収録始まっちゃうよ。芸能人枠は1週間後で確定してるから前倒しなんて無理だって。そんなこと言われても切れた。くそ。どうかしたんですか、今田プロデューサー。ああ、大西ちゃん、いやどうもこうもないよ。一般人枠で参加予定だった川本さんいたでしょ、ミスターアナコンダの。ええ、これから収録ですよね。それが川本さんいきなり痛風になっちゃったらしくて、歩くのも厳しいって連絡来てさ。ええ、マジっすか。でも痛風じゃ気の毒ですが無理ですね。マジで辛いらしいですし。ああ、エビとビールがうまいって言ってハワイ来てからもずっと食べてたからな。プリン体か。はあ。ああ。で、今はもう痛風は仕方ない。川本さんの回復は祈るけど、今回の収録には絶対に間に合わんから、急いで代役を立てないと。ん？誰？この人。ああ、ちょうどここを通りかかった人です。番組のことをちょっと話してて。ふーん、一般人ね。その割には体格もいいしタッパもある。カメラ映えはするか。よし、君で行こう。アナコンダエスケープの一般人枠代表として出てくれないか。は？おお。いや、そんなスナック感覚で出られるもんなのかこれ。さっき厳しい審査と選考会を乗り越えて初めて出場権が得られるって聞いたんだが。今プロデューサーである僕の鋭い眼差しで審査した結果、見事合格となったよ。おめでとう。お願いします。お兄さん、今日の収録を逃すともう撮れる日がないんですよ。どうだろう、チャレンジしてみてくれないか。豪華商品だってあるぞ。豪華商品はさておき、そもそもこれが何する番組なのかよく知らねえんだが。なんだ、そこからか。では説明しよう。簡単に言うと、ショッピングセンターの中を謎解きしつつ鬼ごっこをする番組さ。閉鎖された店内で繰り広げられる熾烈な駆け引き、見事ゴールまで逃げ切れれば豪華商品ゲットってなわけだ。シンプルだけど楽しそうでしょ。まあ確かに楽しそうではあるな。その鬼ってのはどんなやつなんだ。ああ、鬼なら彼らだよ。ああ、大学の陸上部とプロレス部の子たちでね、毎年協力してもらってるんだ。言っとくけど、それぞれパワーもスピードもすごいよ。だろうな。俺あんな連中と鬼ごっこすんのかよ。まあ簡単に豪華商品がゲットできてもつまらないでしょ。それに立ち回り次第で逃げる方法だっていくらでもあるから、
そこは頭を使ってさ、やってみたら絶対楽しいって。まあアトラクションみたいではあるか。よろしく頼むよ。君名前なんだっけ。俺は春日だ。春日さんか。改めて僕はプロデューサーの今田だ。今日の出会いに感謝。よし、それじゃあ春日さん、アナコンダエスケープに出てくれるかな。おう、何見てんだよ。お、んだてめえ。じゃあ楽しませてもらおうか。さっさと始めようぜ。ぶちかます。うわあ、一品の出来じゃねえか。邪魔だってね。泣き言言っても遅いぜ。かかってきやがれ。ガンガン行くぜ。おい、向かうところ敵なし。くたな。何見てんだよ。ぶっつぶ。さっさと始めようぜ。ぶちかます。うん、ほら、大変の出来じゃねえか。だてめえ、逃げられると思うなよ。かかってきやがれ。ガンガン行く。ふん、向かうところ敵なし。だな。お、邪魔だってね。んだてめえ。ガンつけてんなよ。お、
だてめえ。ガン、さあ行くぜ。さっさと始めようぜ。ぶちかまっ、あーりゃ。よっしゃ、ゴールだ。素晴らしい。ん？なんだ？おめでとう。おめでとう。おめでとう。おめでとうさん。おめでとう。めでたいですね。おめでとうございます。おめでとう。あ。ありがとう。改めまして、春日さんお疲れ様でした。突然のピンチヒッターにもかかわらず素晴らしい取れ高でしたよ。いやはや最高だったよ春日さん。ここまでやってくれるとは期待以上だったね。君に声をかけた僕も鼻高々だよ。一般参加者があそこまでミッションクリアしてゴールなんて初めてじゃないですか。これはもう編集にも力が入るってもんです。そう言ってもらえるとやった甲斐があるってもんだ。俺もいい経験になったぜ。これは約束の豪華商品だよ。たっぷり色もつけといたから受け取ってくれ。でも今回の放送は盛り上がりそうですね。一般人枠にニュースターが現れたわけですし。そうだな。あ、来年の番組さ、復活のミスターアナコンダ川本さん VS 大型ルーキー春日さんって銘打ったらもっと盛り上がるんじゃないか。それ激アツっす。企画書の叩き作っておきましょうか。おいおい、俺はあくまで今回の代打だ。それに出場審査やってるってことは他にも出たい人は多いんだろう。だったらその人たちを優先してやってくれ。まあそれは確かに謙虚っすね春日さん。でももしまた出たくなったらぜひ応募してください。春日さんだったらきっと審査だって勝ち抜けますよ。まあ気が向いたらな。でも当分は遠慮させて。え、自転車でアメリカ大陸横断の旅に参加予定だった米倉さんが自然緊急入院。サドルに座ったら死ぬレベルのヤバさ。アナコンダエスケープに続く名物番組になるはずだったのに。ああ春日さんさ、自転車好き？旅はやらねえからな。Take a break.